調子までいこう。さてと、なるほどね。もっと暁 ADDM レッド、で、リュウさんありがとう。レウル、隣の、なんてそれ、斧、頭、アズナ、ありがとう、ちゃんてありがとう。ダイスかな、ありがとう。これどうやって行くんだ。じゃねえか。ちょっか。製品版は半額中に買うんだけど、あれを買ってこなきゃいけないんだよな。なんかウェブマネーを。いや、クレカがなんか使えなかったんだよね。なぜか。あれ？もしかしてスプリントのが早い？そうなんだ。早いもんな、飛び。若干だけど。
水色サンゴ、ありがとう。おお、結構変わった。違うか。
本当忘れたな。トイレ行ってくるわ。何食べたの？何も食べてないよ。
食べるっつったっけ俺。食べてないよな。あんたが暁のミンフィリアかい？ええ、私です。ようこそレブナンツトールへ。なあに、幼馴染の頼みとあっちゃ断れないさ。彼女はムーンブリダさん、ウリエンジェさんの友人でエーテライト技術の権威でもあるシャーレアンの賢人よ。そして何より私たちが進めていたアシエンの魂を捕らえる折、白星石の共同研究者でもあるの。よろしくな。お湯に塩入れた。お湯を沸かして今、そこに塩を入れた。しょっぺえ！塩入れすぎたかもしれない。でも、すごい久しぶりの塩だから、いいと思う。ユーザーありがとう。あれもありがとう。すげえしょっぺー。でもこれ、久しぶりだからしょっぱく感じるのかな？もしかして。食べてないよ、全然。今、ん？今何時？ 14 時でしょ？62 時間ぐらい食ってないね。でも、この塩味のついたお湯、すげえうまく感じる。しょっぺー！はい、ムーンブリだ。用意だ。久しぶりじゃないか。あら、イダに知り合いがいただなんて意外ね。海だこれ、海。どういうこと？私だって海を飲んでる。他にも友達くらいいるよ。僕がいつ友達になったんだ？みんな揃ったわね。では改めて紹介します。彼女はムーンブリダさん。今回シャーレアン本国から足を運んでもらったわ。やべえ！ムーンブリダさんには白星石の試作品を持ってきてもらったの。本来はシャーレアン本国で研究を続けてもらう予定だったけれど、彼女はエーテライト技術の権威、先の芝の件もあり、急ぎ合流してもらったの。この巻は未完成だが、残すところは最終調整だけだ。どのみち最後はエオルゼアのエーテルに合わせて仕上げようと思っていたからね。いい機会だったよ。やれやれ。相変わらずの言葉遣いですね。もう少しみやびやかにはできないものなのですか。塩うめえ。ウリエンジェ、やろう、会いたかったぜ。やめなさい、ムーンブリだ。それより離れなさい。
なんだよ冷たいな。幼なじみのあんたがエオルゼアに渡ってからは会うことも少なくなって寂しい思いをしてたんだぜ。それが突然お前の全てが欲しいって言ってきたから喜んで飛んできたってのに。おいおい、隅に置けないな。ちょっぺ、水飲も。お待ちなさい。問題の解決にあなたの技術と知識の全てが必要、そう伝えただけではないですか。ともかく積もる話は後にすべき。今は何より眼前の障害を取り除くことが先決。この地に新たな神を降ろさせぬためにも。ああ、そうだったな。何でも戦争先のエーテライトが機能していなくて困っているようじゃないか。ええ、そうなの。私たちが追っている異端者、氷の巫女ことイゼルがスノークローク代表壁の最深部にあったエーテライトを用いてさらに西方へと逃亡。その後追撃を防ぐため転送先のエーテライトを破壊したと思われます。これによりこちらから転移することができなくなったわ。おそらく彼女は転送先でシワを召喚する準備をしている。イシュガルドの神殿騎士団が今も別のルートを探しているけれど、現在のところ発見には至っていないの。なるほどね。転送先のエーテライトが破壊されたのか。ミンフィリア、念のために聞くが、転送元と転送先双方のエーテライトは少し前まで機能していたんだな。ええ、測定したエーテルの流れから転移の成功を示していたとの報告を受けています。それにイゼルが転送するのを目撃した証人がここにいるわ。オッケーの。うん、転送痕跡は残っているか。ならやり方はある。本当なの？ああ、転送先のエーテライトを強制的に再起動させりゃいいんだ。そもそもエーテライトっていうのは夜の海原で港の位置を知らせる灯台のようなものさ。その明かりがなければエーテライト間の地脈の本流に流された時出口を見つけ出せなくなっちまう。これが転送が機能していない状態だね。だからこちらから強制的に灯台を灯して出口を指し示す。転送先の地脈の結節点に向けて転送痕跡に沿って直接エーテルを流し込むってわけだ。しかしそのためには莫大な量のエーテルを流し転送先のエーテライトに干渉させる必要があるのでは？そんな密度のエーテルをどうやって？僕たちが協力すれば相応のエーテルは作り出せるかもしれない。ただ幾人もの術者が放つエーテルを一つにまとめ大きな流れにするとなると至難の業だぞ。転送元のエーテライトが機能していない場合は私一人でなんとかなったけど、さすがに今回ばかりは。そこで私が持ってきた白聖石を使うのさ。これはアシエンほどの強大なエーテル界を封じ込めるために作った巻。こいつにあんたらから放たれたエーテルを全て吸収させ相応の量がたまったらエーテライト経由で一気に流し込む。ただしこの白聖石がエーテルを保持していられるのはごく短期間だけだからね。エーテルの封じ込めから放出まで現地でやるしかない。
ムーンブリダさんの考えてくれた方法以外に選択肢はないわね。先の転送からかなり時間が経過しています。転送痕跡が消えてしまう前に行動しましょう。んじゃ、善は急げだ。案内してくれ。ちょっとお湯沸かしてくるわ。しょっぱすぎる。お祭り？なんかいいことあるのそれ。水着ね。ごめん。お湯と塩だけっていうのは美味しくないです。塩だけってうまくねえんだな。初めて知った。
なにこれ、どっちこれ、うん、なにこれ、どっち、海しょっぺー、水あるよ、待ちましょう待ちましょう、人を待ちましょう、ババイン沖縄、ありがとう。キュウリ。3日目っつうか、だから62時間ぐらい。え？違うな。48足す14だから、まあ、62時間ぐらい。今、食ってない時間は。FF 何時までやるか、決めてない。アイス美味しいよ。梅干しとキュウリを食う生活。家の近くにさ、梅干し売ってっからさ、梅干し買っとこうかな。キュウリと梅干しね。すでに塩分取りまくっちゃったよね。なんか癖になるな、この塩のお湯薄め。1食 2g？
なぜ追ってきたのだ。それ本当？光の戦士よ、我が望みは戦いの終結、そう言ったはず。入れすぎた。やはり因果を断ち切るには力が必要。2グラムどころじゃねえ。ならば私が立ちはだかる者を倒そう。それが人々の希望。3日分ぐらい食ってる。我らを救い祈るべき神がいないなら、聖女にこそこの祈りを捧げよう。我が五体をよりしろに、かつ融和をもたらした聖女の魂を呼び下ろそう。知らん。聖女シマよ、今こそ我が身に降りて、すべての争いに氷結の静寂を。大さじ1入れちゃった。あ、芝、オッケー、よろしくお願いします。オッケー、芝かっけえな。旅の前に終わります。悲しい。私学ゲット。
これじゃあもう塩舐めなくていい？聖女シバの力をもってしても人々の希望は乗り越えられぬというのか。光の戦士よ、聞いてほしい。イシュガルドの民とドラゴン族との果てなき戦い、これは人が犯した罪の因果によるもの。それを今こそ断ち切らねばならない。この戦いはいつから続いているのか、その発端は何なのか。イシュガルドの民の誰もがその因果を知らぬまま、夢幻のごとき戦いにその身を投じる。彼らにとって信仰であり、生き方そのものだから。しかしこの戦いは、凍てつく大地が見せる氷結の幻想などではない。人が罪を重ねて隠してきた孫うことなき真実。あなたなら聞くことができる。木薬の塔、始まりを知る源流からこの戦いの真相を、あなたなら感じることができる。この世界の真理を、そしてあなたに考えてほしい。真実とは何かを超える力を持っているのなら、あなたにもできるはず。あとはあなた自身で聞いて。死んだのこれ。感じて。この人。超える力を持つ者への神の憑依、万事上首尾といったところか。ラハブレアの思惑通りに動いていることが気に食わんが、ゾディアーク様の命であることもまた事実。しばらくは様子を見させてもらうさ。
冒険者殿、万神芝の討滅感謝する。君が英雄と呼ばれる真の理由を思い知ったよ。今回異端者が芝を召喚したことで、イシュガルドは初めて直接的に万神の脅威にさらされた。君たちの対応の速さに救われたが、討滅が遅れれば甚大な被害が出ていたことだろう。万神の脅威という意味では、乱神ガルーダの存在はどうだったのです？イクサル族はクルザスにも進出してきているはずだ。我ら神殿騎士団やフォルタン家の騎兵団など、前線に出る者の間ではイクサル撃つべしとの声は上がったよ。だが反して教皇庁は静観するという基本方針を固めた。グリダニアを敵視しているイクサル族よりも二つの要塞を陥落させ、コートに迫る状況であるドラゴン族をより大きな脅威と認識したのだろう。そういった意味では直接の危険が眼前に迫ったことで、改めて万神の脅威を知ったのは我々にとっても幸運だった。これまで死闘を繰り広げてきた君たちに失礼な物言いであることは理解している。どうか許してもらいたい。しかし肌で恐怖を感じぬ限り、人は考えを変えないもの。イシュガルドにとって万神芝の召喚は万神について考え直す契機となるだろう。今回の礼というわけではないが、今後も定期的にレブナンツトールに支援を続けることができるかもしれんぞ。アイメリク総長から教皇庁に直接掛け合っていただくことになったのでな。イシュガルドにもゆとりがあるわけではない。できる範囲で物資の提供を約束しよう。それはありがたい。開拓団の皆も喜びましょう。先立って依頼した条件については破棄してくれて構わない。いえ、源流ミドガルズオルムの監視はこのまま引き受けましょう。ドラゴン族が動き、クルザスが戦火に包まれれば、隣接するモーデナにも影響しかねないのでね。それはありがたい、感謝する。しかし引っかかる部分もある。本気で源流が生きていると考えているのですか？教皇庁内でも意見は割れている。私としても半信半疑だ。先の会談でも述べたように、あくまで万一の備えに過ぎない。万一の備え、なるほど、そういうことでしたか。源流の生死によらず、レブナンツトールの発展はイシュガルドにとって損にはならない。モーデナに残留する帝国軍をはじめ、クルザス南方からの脅威の盾に使える。アイメリク様は決して、私が教皇庁直属の神殿騎士団の総長の座に就いたのはここ最近になってからだ。生まれの身分で人生が左右されるイシュガルドにおいて、大貴族ではない私がこの職に就くことは極めて異例でね。相応の対価を支払うことになった。だがそれもこれもイシュガルドの改革のためと歯を食いしばってきたからこそ、名門貴族と教皇庁の聖職者たちがレブナンツトールを盾にせよと言うなら、私はそれを利用して君たちを支援するまでだ。それが政治というもの。イシュガルドは千年にわたるドラゴン族との戦いと第七霊災によって疲弊している。私は異端者となる者が急増しているのも民の疲弊が原因の一つだと考えている。これはイシュガルドが抱える根源的な問題であり、扉を閉ざしていては改善は見込めない。
イシュガルドを開国し、タトシと協力してこそ霊災復興、万神、帝国の脅威、そして異端問題に正面から取り組むことができる。そのためには教皇庁の改革が必要不可欠なのだ。我々の国は長い歴史を持つ。しかし若い世代には改革を望む者もいると君も覚えておいてほしい。私たちの思いは同じということか。承知した、アイメリク卿。エオルゼアのためにお互いに尽力してまいりましょう。理解を感謝する、アルフィノ殿。この思いに向けて私がここまでやってこれたのは、私個人の努力だけではなく、志を共にする多くの同胞がいてくれたからだ。今後のやり取りには彼女に出てもらうことも多くなるだろう。改めて紹介しよう。神殿騎士団コマンド、ルキアという。自分もアイメリク総長と思いは同じ。イシュガルド、いや、エオルゼアの未来を案じている。貴公らと手を取り合うことで双方の思いを実現できると信じている。それに過去の争いにこだわっていては未来は見えないからな。ルキアについては私の命題と考えてくれていい。レブナンツトール開拓団への支援物資に関しても彼女が動いてくれている。イシュガルドの生まれではない異邦人だが、だからこそ信用できる存在だ。今後もよろしく頼みたい。そう、君たちに渡しておきたいものがある。オルシュファン卿。はっ、ここに。帝国軍の密偵について、ここまで我々が調査していた情報だ。先にクリスタルブレイブから引き渡しを受けた商人を尋問し、得た情報も加えてある。情報の漏洩、物資の横流しの記録など、異端者とやり取りしていた証拠が一通り揃っている。そちらの調査にも有用だろう。どうか使ってほしい。これは感謝します、アイメリク卿。ガレマール帝国は我々の共通の敵だからね。この先も双方のいい関係が続くよう私も努めていくとしよう。お帰りなさい。クルザスでは大変だったわね。ちょうどこれから情報を整理しようとしていたところなの。あなたからも状況を伝えてくれると嬉しいわ。ありがとう。ではみんなを呼びましょう。
権限させた存在を人に憑依させるだなんて。完全に未知の現象ね。これまでどんな文献にもルイゾワ様が残した手記にもそのようなものは見当たらなかったわ。ただ状況から察するに、モーグリ族の王様と同様で公儀に解釈した蛮神と呼んでいいように思える。憑依型蛮神シヴァか。召喚者が意のままにその力を操れるのだとしたら、これまでの蛮神以上に危険な存在だ。イゼルって人、蛮神を生身の体に憑依させておいてそれでも無事だったんでしょ。なんか常人とは思えないね。彼女は本当に生身の人なのか、それとも蛮神を宿すに足る力が作られていたか。いずれにせよ、氷の巫女が成したる神下ろしは未知の手法によるものに違いありません。となれば闇の使徒アシエンの介在を疑うのが道理。ただあの時に観測したエーテルの流れはウリエンジェがよこしてくれていた資料と酷似していた。つまり手法はどうあれ、あんたらが戦ってきた蛮神と同じものってことさ。そこに謎を解く手がかりがありそうね。イダ、この後グリダニアに向かうぞ。伝承からの権限、禅王モグルモグ十二世についてもう一度調べてみよう。よし来た。私は氷の巫女の残した言葉も気になっているの。聞いて感じて考えて。あなたも聞いたことがあるはずよ、星の意志ハイデリンの言葉を。あなたからの話を聞く限り、彼女は超える力を持っている可能性が高いわ。おそらくハイデリンとも開口している。いいえ、それだけじゃない。イゼルはあなたと同じ過去を見る能力を持っている。人とドラゴン族の争いの発端だという人が犯した罪、過去を見ることでそれを知ってしまった。だから蛮神を憑依させてまで何かをしようとしている。同じく氷の巫女の言葉、始まりを知る源流とはおそらく源流ミドガルズオルム。その源流ミドガルズオルムが指すのは銀類湖にそびえる木薬の塔。イシュガルドからの監視依頼と一致するなんて。木薬の塔についてはアルフィノからの連絡もあり、すでに監視体制の準備を進めています。ドマの方にも手伝ってもらう予定よ。憑依型蛮神シヴァ、氷の巫女の残した言葉、そして源流ミドガルズオルム、どれも解明にはしばらく時間がかかりそうね。ちょっと梅干しときゅうり買ってこようかな。じゃあね、今日はもういらない？
キュウリ食うか、じゃあ。キュウリ買ってくるわ。キュウリ。ただのキュウリうまい。うん、うめえ。めちゃくちゃうめえ。てかさ、いやマジうめえ。キュウリなんか、味がする。キュウリって味するんだね。うん、まい。ぴょん。うんめ。調味料つけてないよ。うん。よりは塩分外に出す。ダメやん。
結構敵強えな。多いのマジで。話は聞いている。まったく面倒なことをしてくれた。いや、そちらへの影響はなかろう。それよりも問題なのはラウバーンだ。これを機に何をしでかすかわからん。同人団に不滅隊を張らせるよう指示しておけ。ああ、七も陛下の方はこちらで何とかする。へえ、東アルデナード商会の貿易路を一つ潰せ。それでロロリとはしばらく動けんはずだ。七も陛下か。あの方には最後まで女王でいてもらわねば困るからな。
お疲れ様。アルフィノから軽く報告を受けたわ。まさかエリヌ・ロアユ大統相が帝国軍の密偵だったなんて。彼女とはラウバーン局長と共に暁決戦の際にも共同してもらっていたの。万族万神問題解決のためにとても熱心だった。私はあの時の彼女の笑顔が忘れられない。もしかしたらあれが彼女の本心だったんじゃないか。報告を聞いた今でもそう思うわ。ダメね、気持ちを入れ替えないと。アシエン対策についてあなたに報告することがあります。みんなを呼んで情報を共有しましょう。みんな揃ったかしら。ムンブリダさん、お願いします。了解。私が持ってきた白聖石、これはエーテルと化したアシエンの魂を封じるものだ。この魔気が莫大なエーテルを吸収できることは万神シバとの戦いに際して証明された。ただしエーテルを保持できるのは短期間だけ。アシエンを封じるといっても一時的に閉じ込めるのが精一杯だ。白聖石の限界に加え、アシエンの未知なる力にも警戒を。仮に封じ得たとしても。そう、つまり捕らえた直後に消滅させなくてはならないのさ。エーテル体となりしアシエンの魂、これを消し去る手法となれば理論上の答えは一つ。純粋なるエーテルの刃にて追消滅させるより道はなし。だけどアシエンの魂の質量とも言うべきエーテルの総量がわからない限り、その消滅に必要な刃の高度、エーテル密度の予測が立てられない。唯一の手がかり、それはかつてアシエンと対峙したあなたの事例のみ。魔導省プラエトリウムでの戦い、あなたはハイデリンの導きを受け、光の武器、おそらくは星の意志による巨大なエーテルの刃を用いてアシエン・ラハブレアを退けた、そう言っていたわね。結局アシエン・ラハブレアは闇のクリスタルを介して狭間に逃げたわけだけれど、少なくともその時ハイデリンは光の武器をアシエンを倒す力としてあなたに与えていたことになるわ。でもあれはハイデリンの導きにより使えたもの、自らの意志で自由に制御できる性質のものではないはず。超える力と同じようにね。最低限その時と同じ規模のエーテルの刃を不確定要素なく自らの意志で操れなければアシエンの完全消滅は成し遂げられないということ。だけどそれを人工的に起こすとなった場合は途方もないエネルギーが必要となるか。この白聖石を2つ用意して一方に私たちのエーテルを閉じ込めておくってのは。イダ、言ったろ、この魔器にはエーテルの長時間保存はできない。どうしてもその場でエーテルを作る必要があるのさ。つまりアシエンを白聖石に閉じ込めた時、都合よく光の武器を使えるのか。この点に課題が残る状況ってことだな。もっと情報を集めなければね。私はしばらくここに残って白聖石の調整を行うつもりさ。なあ、ウリエンジェは砂の家ってところにいるんだろ。どうせ一緒にやらなきゃいけないんだ。せっかくだしあんたも来なよ。
私は砂の家の執務長、戻るのが筋というもの。それにあの地は宿命と知識が交差する場所になれば、長きにわたり離れるわけにはいきません。なんだよ、釣れないな。いいよ、だったらこっちから通ってやる。あなたが出ている間にバルデシオン委員会の件でシャーレン本国から連絡があったの。消滅したというバル島があった海域に本国の調査船が赴いたそうよ。でもそこに破壊の痕跡はなかった。最初からバル島など存在しなかったかのように、ただ無だけが残されていた。これが何を意味するのか引き続き調査中のようですが、ただ気になるのは、時を同じくしてバル島以外の場所にいた研究員も姿を消している点。彼らはいずれもバルデシオン委員長と共に太古より伝わる次元悪界という現象の研究をしていた。アルテマ級の魔法派を残し島一つを消すなんてこと、アシエン以外にできるとは思えないけど、それ以上の何かを感じるの。もしかしたらこれが彼らの言う絶対の神と呼ぶ存在の力かもしれない。せめて友人の意識が戻れば話も聞けるのでしょうけど。第7祭の直後は、帝国の将ガイウス率いる帝国第14軍団は鮮やかな手際でエオル勢の要衝を抑えた。その手引きをしたのがエリヌ・ロアユだったとは。今にして思えば、北ザナラーンの干渉地を維持できたのも彼女の存在によるものだったのかもしれんな。だが彼女が接触を図っていたのはガイウスではなく、さらにその上だった節がある。つまり帝国本国だ。ガレマール帝国の初代皇帝ソルゾス・ガルバスは、一度はメテオ計画によりエオルゼアを焦土と化すことを承認した。それはおそらくエオルゼアで始まった神下ろしを北州や東州に拡大させぬように、万神に汚染された者たちを抹殺するためだった。しかし霊祭を境にして方針が変わった。ガイウスがアルテマウェポンという切り札を手にしたことで万神を抑えることができると踏んだこともあろう。だがその根底にはエオルゼアを植民地支配し富を奪うという旨味があったからに他ならない。そう考えればガイウスのエオルゼア再侵攻を認めながら全面衝突を控えるように押しとどめていた点も理にかなっているか。エオルゼアの民が頑なに反発し、仮に万神の召喚を乱発すれば、当然ながらエーテルは枯渇して土地は死に、命は絶える。そんな死の大地を手にしたところで利得はないからね。エリヌ・ロアユの情報をもとにガイウスの動きを抑え均衡を保とうとしていたのは誰か。第14軍団に対して命令する権限があったのは病床に伏していた初代皇帝を除けばただ一人。
全軍団を統括する大将軍。確か当時その座についていたのは今や二代目皇帝となったバリス・ゾス・ガルバス。こいつが彼女の雇い主か。それにエリヌ・ロアイはエオルゼアの情報を帝国に流していただけでなく帝国からの情報も利用していたようだ。双方の情報をうまく使いエオルゼア側の均衡も保っていた。戦争が長引けば金が動く。これで彼女のこちら側の雇い主が想像できよう。二重長者だったということか。くそ。ガイウス亡き後も彼女が第14軍団と接触を続けていたのはもともとガイウスが雇っていたわけではなかったというわけさ。ただし分からなかったことが一つある。イシュガルドの異端者に情報を流した理由だ。異端者が蛮神絡みであった以上帝国が目指す蛮神討滅という国是に反することになる。この件にはどこの意思が働いたのか、この先の追及で明らかにしなければならない。やれやれ、腹心を失った上にさらに尋問を繰り返さねばならんとはな。気が滅入る。だが必要なことだ。黒幕を突き止めない限り第二の写本師が現れるだけだからな。分かっている。彼女に近い者はすでに拘束してある。これから彼女も含め話を聞くことになるだろう。局長、彼女の協力者の中には無実の者もいるはず。うん、厳正な審査の上対応しよう。それを聞いて安心したよ。エオルゼアのためとはいえ味方を疑う仕事で心がすさんでいたのでね。では失礼する。我が輩は結局この何年か奴らに踊らされていたということか。エリヌ・ロアユの裏切りには憤りを覚える。確かに彼女の未熟さがそれを招いたのかもしれん。だが為政者でありながらその境遇を利用して国民のためではなく己の利益のためだけに彼女を使ったことは許されざる行為だ。聞いておるのだろう、凶悪のネズミよ。貴様らの所業は決して許すことはできない。いつの日か貴様らを排除しこのウルダホを正しき道に導く。今日はこのまま休んでよい。ご苦労だった。承知いたしました。それでは失礼いたします。はあ、この部屋もいつまで金庇でいられるか。そこまで迫った状況なのですか。先のフロンティア計画の一件以来
サカツ州はロロリト派に代わり、テレジアデレジ派が台頭している。問題解決に臨む王党派とは裏腹に、己の利益を優先するサカツ州ら共和派、その共和派ですら分裂し内紛となっているのが現状じゃ。こんなことでいがみ合っている場合ではないというのに。ならばいっそ女王の権限としてサカツ州を解体することはできないのですか。商人たちの代表を兼ねるサカツ州の一方的な解体は、彼らに限らず今のウルダ派を作った他の商人らの戦場を逆なでることになる。そうなればウルダ派を取り巻く状況はさらに悪化しよう。商人に限らず市民も難民もウルダ派の民すべてが幸福を求めている。祭り事を担う者としてそれに応えなければならない以上、今は迂闊に敵を増やす時ではないのじゃ。ロロリトにしてみれば現状を見ていない夢物語なのかもしれんがな。国の柱たる民と礎たる為政者の思想の相違、お互いの立場が違う以上ある程度は仕方のないことですが、同じ為政者の中でのそれは溝が深まるほど、その上で生きる民が煽りを食う。しかも大衆はまるで国民を見ようとしていない。これではいくら七尾陛下が尽力されても国をまとめるなど。それに加え不滅隊の中で長きにわたり密偵を飼っていたという事実、領土を拡大し細部まで目が行き届かない帝国ならまだしも、多くの傭兵を受け入れているとはいえ、限られた中での不祥事は共和派に増長を許すだけか。ガレマール帝国の脅威が迫ろうとしている今、早々にエオル勢を一つにまとめなければならない。そのためにまずは各々の国の意思を統一せねばならないというのに、何か手段はないのでしょうか。ウルダ派の宝は金銀でも宝石でもあらぬ民じゃ。その民の意志が一部の負者に歪められてはならぬこと。共和派の連中も商人たちの自治を大義名分として歌っているが、結局は奴らの思うがままに国を動かしたいだけに過ぎぬ。これは真の共和にあらず。民のための祭り事は民のために行わなければならない。つまり解体すべきはサカツ州ではないのだ。七尾陛下、まさか。そのためにキコーラを呼んだ。わらわが公言することでウルダ派は大きく揺れよう。後の混乱をラウバーンと協力し平定してもらいたい。ウル王朝最後の王として恥を忍んでキコーラに頼みがある。このウルダ派を、ウルダ派の宝をどうか守ってやってほしい。王政じゃなくするんだ。七尾陛下。ではそう、解体すべきは国家そのもの。しかるべき折にウル王朝の幕を下ろし共和制に移行するつもりじゃ。これによって王党派も共和派も解散する。ウルダ派は王のものでも豪商のものでもなく民のものとして生まれ変わる。
すまんな、ラウバン。ティッシュか。お前の忠義を裏切る形になる。だが、今わらわにできることはこれしかないのじゃ。許してくれ。劇か。お？ん？これどういうこと？こっちが先ってこと？話しかけるとわかる。あら、ああ。新イフリート討伐戦を攻略、新タイタン討伐戦を攻略、新カル討伐戦を攻略。ああ、でこういうことか。なんでいるの？場所違うよね。
化けてくる。